平成25年5月15日、阿蘇市赤水の大阿蘇環境センター未来館で、平成25年度阿蘇ジオパーク推進協議会総会が行われました。阿蘇ジオパーク推進協議会は、世界ジオパークネットワークが認定する世界ジオパークへの加盟を目指しており、総会には関係市町村や民間団体、有識者などが参加しました。阿蘇ジオパーク推進協議会会長の佐藤義之阿蘇市長の挨拶の後、事務局から平成24年度の決算報告と経過報告があり、課題とされたジオガイド養成研修などの取り組みの説明がありました。また、今後の取り組みとして、外国人観光客への対応力の強化や、年1回開催される平成25年度の日本ジオパーク全国大会の開催地立候補案などが協議されました。阿蘇ジオパーク推進協議会では、今年度も世界ジオパーク認定を目指すさまざまな活動が進められます。